はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回は、ライジン45大晦日、新対戦カードを発表。平本蓮、ヤーマン、谷地君堂、ダスティン・ホリエ、アンポ、メイウェザーは、についてです。明日、渋谷で公開の記者会見が行われます。そこで、おそらく最後であろう、新カードの発表が、すると思われます。まずもう最初に流出してしまったのが、我らの色白持ち肌、ポメラニアンより可愛い、平本蓮くんと、ヤーマン、ピーマン、テマンの戦いです。これはもう、アベマさんが記者会見をやるよということで、平本 VS ヤーマンと載せてしまったのです。まあその前にツイッターでもやり合いをしてたので、で、これがかっこ悪いのは、ヤーマンは多分真面目なんでしょうね。やり合いするときも一切平本蓮くんの名前出してませんでした。で、匂わせだけしてたところ、平本蓮くんが名前を出さずダサいみたいな感じで、ちゃんと吹っかけて盛り上げて、で、本当に裏でも喧嘩してるようです。ですので、これは決定です。で、どういう試合展開になるかは昨日の動画に上げてますので見てください。で、あと、もう一つ似合わせをしているのが、実は谷地君堂です。試合決まったっていうツイッターを気軽にやってました。ただ谷地君堂今、価値がどんどん下がっています。もう2戦連続でかませ犬の外国人をつけるしょうもない試合をしてしまって、需要がなく、しかも最近も相手に試合を断られたりして、なかなか決まってないそうで、ようやく試合が決まったとのことです。まあ大晦日ですので、塩訓導を見せるわけにはいけません。かといって外国人でなかなかいい選手はいないので、もしかしたら大晦日ということで、禁断の対決、塩訓導 VS 我らの人気休牧中のダッシンホリエかもしれません。まあもちろん、ロータスとかで一緒に練習してるっていうのもありますけども、まあ、盛り上げるっていうのであれば、もう日本人最強決定戦、チョコボール武田がフェザー級に行ってアルフォート武田になってしまったので、もう日本人最強決定戦としては、谷地君堂かダスティン・ホリエしかないでしょう。ここだと盛り上がるのでやる意味はかなりあると思います。で、ここでもしダスティン・ホリエが休牧中で駅弁ファックで勝ってしまえば、もうライト級トップ戦線に乗り込んでいけることでしょう。谷地君堂は逆に勝ってしまえば、またまたトップに返り咲きができるので、非常に意味のある戦いだと思います。そして、もう一人、匂わせをしているのが、我らの宝塚の男顔、オスカル千尋です。オスカル千尋も美容院行ってきたみたいな、インスタを乗っけたみたいです。ですので、匂わせは間違いないでしょう。これで試合入り、組まれなく、記者会見も来なかったら、ただの、アホな大学生みたいな感じになってしまうので、試合を組まれるのでしょう。ただ、ここで試合相手がわかりません。言ってみれば、ちょっとまだ、拳の調子、親指の調子があると思うので、掴めないことから MMA は難しいかもしれません。そうなってくると、もう、これも匂わせたメイウェザー戦かもしれません。というのも、今回、ペーパービューが値上がりになって6000円。で、チケット代も高く。で、チケットもそこそこ売れている。で、まあまあ儲かってるだろうなと思ったにもかかわらず、実は、ゴミ選手に非常に失礼なオファーしてたみたいです。もうさすがにゴミ選手怒って、ツイッターで夜中つぶやいてましたけども、なんと、エキシビジョンで、充実の試合を、埼玉スーパーアリーナじゃなくて、ケヤキの方で、広場の方でやる。これを3万円でオファーしたらしいです。30万だったらまだわかるんですが、3万円であのレジェンドスターをオファーしたら絶対ダメです。嫌がらせオファーとゴミ選手は言ってましたけど、本当そうだと思います。ゴミ選手安く扱いすぎです。ですので、もしかしたら、メイウェザーのギャラが高すぎて、できるだけ金を稼がないといけないのかもしれません。であればもうメイウェザーなんて呼ばなくていいんですけども、もう前線も朝倉未来を普通に2ラウンドバンビー失神 KO しましたが、さすがに今回もいらないのではないでしょうか。で、我らのオスカル千尋が失神 KO させられてしまえば、オスカル千尋のガラスの顎になってしまって戦力落ちるかもしれません。で、やめてほしいものです。で、あとは荒井城選手が匂わせてもいました。まあ、有志に喧嘩売られて、吸ったもんだったんですけども、バイトがしたいっていう感じで荒井城選手がちょっと匂わせてました。ですので、これはもう大晦日ということで、僕的にはもうアンポンタルキアと荒井城選手の MMA マッチ。アンポンタルキア70キロ出てます。荒井城選手はストロー級なので52キロです。18キロ差というかなりの階級差ですので、MMA デビュー戦として面白いのではないでしょうか。もう寝かされたら終わりでしょうが、フレームの差がありすぎるので、案外面白い展開になるかもしれません。で、あとは、元谷祐樹選手が、まあ出ることを確定してます。ですので、元谷祐樹選手誰になるか。ここを今、ちょっと前までバンタム級戦線っていうのは、堀口選手、小木チャンネルがいなくなって、まあスカスカだと言われてましたが、今面白くなってます。岡田亮選手を完封した中島大選手。そしてリアルフラッシュドングで太田を完封した佐藤翔子選手。そして、ライジンに出たいようなことを匂わせた、あのグラチャンだかグラディーターとか出る上久保修也選手。で、今パンクラスでやってる高見忍選手。まあ、大臣出るかどうか分かりませんが、もうこの4人は激痛ですので、この4人の誰かが電撃的に元谷選手と戦って勝てば、もうすぐトップ戦線行きます。
この熱い戦いがやられるかもしれません。そして最後に我らの嘘泣き土下座失神ナポリタンマチフよりハワイアンデブの朝倉未来なんですが、しょうもないラップかなんかのイベントで、なんか試合したい月は決まってるみたいな、試合したい月が決まったそうです。ですのでもしかしたら大晦日にまたまたケラモフと戦ってゼロスタッツに来て失神土下座嘘泣き KO 引退詐欺になるかもしれません。勝手にしてください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。日曜日はこちらライジンウエハース開封 YouTube ライブ配信とプチ重大発表しますので、ぜひご覧ください。で明日は我らの平田達郎と愛媛のナポレオンこと落合春夫選手のタイトル戦があるもので、ぜひ応援してください。さよなら、さよなら、さよなら。